美容師さんの真似をして前髪を切るとまつげを切ったり眉毛を切ってしまったりしてしまいますよ。はい、ということで、今日のみさきの部屋は、はい、じゃん、前髪カットになります。はい、はい、うん、今日はどういう風に前髪を切ったらいいかっていうのと、失敗しない方法っていうのと、今日ちょっとこちらをじゃじゃん、ダイソーさんの髪の毛を留めて前髪を切るグッズですね。だから自分で切るときに、セルフで切るときの前髪バサミみたいな感じですかね。はい、を使って美咲さんがやります、はい、多分これ皆さん見たことあるとは思うんですけど、なんかどうやって使えばいいのかなというのも、自己流でやられる方も結構多いかなと思うし、で、まあ、これを美咲さんがね、もう自分なりの観点で、まあ、美容師ならではの観点で、これを使って完璧に切る方法と絶対やってはいけない方法ね、はい、この2種類をやっていきますので、皆さん前髪自分で切らないとダメな時にぜひ参考にしてみてください。お願いします。まずは絶対にやってはいけない方法を3つ紹介したいと思います。1つ目、寝癖がついた状態で切らない。寝癖がついた状態で切ってしまうと、後からシャンプーとかした後に乾かした後にすごい バラバラになってしまうので、もう一度切り直さないといけなくなってしまいます。2つ目、このままの状態でハサミを入れないこと。結構美容師さんはこのまま切る人もいるんですけど、これは美容師さんだからできることなので、このままの状態で切ってしまうと眉毛を切ってしまったり、まつ毛を切ってしまったり、大変なことになってしまいます。3つ目、ハサミを入れるときに位置をずらしたりしない。一度決めた位置をずらして切ってしまうと、これもまたカットラインがバラバラになってしまって、後でまた切り直さないといけなかったり、切りすぎてしまったりっていうのがあるので気をつけてください。ではこの3つを踏まえて、今日はこのダイソーさんのグッズを使って切っていきたいと思います。まず切る範囲を決めていきます。前髪の範囲はこの黒目の外側から外側までのこの範囲が前髪の範囲になります。串でしっかりと分けてこの範囲で持ちます。そしてこのクリップを根元がギリギリ浮かないくらい、だいたい真ん中に来るように挟んであげて、しっかりと閉じます。そして切りたい位置まで下げていきます。このクリップのとこに串みたいにピンがついてるので、こう下に下ろした時にしっかりと整えた状態で降りてきてくれます。そしてハサミを入れていきます。ハサミはクリップに横にじゃなくて斜めになるようにハサミを入れていきます。私の場合は眉毛よりも下に切りたいので、だいたいこのクリップが眉毛くらいの位置になるように置きます。で、ハサミを入れるときはそのクリップの下になるので、切った後に眉毛よりも下の位置になってくれます。この時にクリップをあまり下に引っ張りすぎないのもポイントです。それでは切っていきたいと思います。ハサミを斜めに持って少しずつ切っていきます。はい、切り終わって結構ジグザグに切れたらいい感じです。これを外してみると、ちょっと浮かせますね。こんな感じで結構綺麗に切れてると思います。どうですか？結構綺麗に切れてません？このクリップを引っ張りすぎないっていうのと、この前髪の範囲をしっかり守って、ハサミを横じゃなくて、斜め、少しずつ切っていくことで、綺麗な前髪に切れます。私は何も技を使ってません。技？美容師テクは使ってません。普段、美容室に行けなくて、どうしても切らなきゃいけないっていう時は、ここまでの応急処置で大丈夫です。でも今日でしっかり完璧に決めていきたいっていう人は、ここの前髪の横の部分もちょっと整えてあげた方が綺麗になります。今日はここもやっていきたいと思います。では、この横の部分も切っていきたいと思います。ここの範囲は眉毛よりも下で、目に沿うくらいの長さで整えたんですけど、この時はこっちをつなげる時はこうラウンドになるように切ってあげるのがいいんですけど、この各
っていうのが、この目の丸みに合わせて切ってあげると小顔効果になってきます。串を下から溶かしながら指で挟みます。この時に力はほぼ入れてないです。このまま目の角度に合わせて斜めに持ってきます。そしてこのちょっと飛び出てる部分を少し切っていきます。この時今私はこうやって持ってるんですけど、ここの位置は絶対にずらさないように切っていきます。普段切るときはこのままの手で持った状態で、またハサミは斜めに持って切っていきます。この時まつげ切らないように気をつけてください。少し顎を引いてあげるとまつげは切らないです。では切っていきます。こんな感じで切れました。これを下ろしてあげると綺麗に切れてます。反対側もやっていきます。同じく串を下から溶かして整えてあげて、指で挟んでいきます。指を少し斜めにしてあげて、目の丸みに沿ってあげます。で、ここの少し飛び出てる部分をハサミでカットしていきます。少し顎を引いてハサミを入れていきます。これで下ろします。こんな感じで綺麗に切れました。切った後にお好みで巻いてみてもいいですし、私は最近オイル仕上げがハマってるので、オイルをちょっとつけていきたいと思います。指先にこのくらいですね、つけて伸ばします。で、少しずつ好みながらちょっと束感を作っていきます。はい、こんな感じで綺麗に前髪が整いました。はい、ということでさすがに美咲さん、やっぱりね、前髪カット第3弾やったらまあまあいい感じに決まりますね。はい、もう完璧ですよね。でも、多分ね、皆さんこう気になることもあると思うんですけど、はい、やっぱ前髪の幅だったりとか、はい、なんか例えば今やったらシースルーバンドから厚めにやっぱしたい方っていうと、はい、その辺の幅の部分ちょっと教えてもらっていい？はい、うん、シーズンバンドに関しては、うん、まあ、美容師さんがいつも切ってくれてる人がやってるように幅は決めてほしいんですけど、幅が分かんない方に関しては、まあ、黒目の内側でちょっと狭めにしてあげて、厚さも奥行きも少し小さめに取ってあげるといいと思います、うん、で普通の人は私がやったみたいに黒目の外側で幅もこのくらいね、重めの前髪にしたい方は幅は一緒なんですけど、この奥行きの部分を少し多めに取ってあげるといいと思います。でもね、やっぱこう自分でやるってなるとやっぱすごく難しいから、ね、まあ基本的にね、まあ、ちょっとやりたい方に関しては今の幅を覚えておいていただいて、ただ自分でやると失敗にするリスクもまあまああります。できればね、美容師さんのカットラインをこう見ながら、前回ね、切ってもらったら、シーズルに切ってもらったら、シーズルのままにするだったりとか、厚めに切ってもらったら、厚めのままにするだったりとか、っていう、なんかその前回に切ったやつの、まあ、カットを戻す、うん、整えるみたいな感じでやっていただく方が、本当はベストかなと思いますので、まあ、知識として、まあ、覚えておいていただければなと思います。で、どうでした？これ、使ってみて。これ、思った以上に使いやすかったです。うん。なんか串の状態になってるところがもう溶かせるし、しかもこの何ですか、ガードガードがあるんで目閉じなくて綺麗。確かに。しかもこれやったら眉毛まつ毛切らない、切らない、どこもこう切ってもいけるしね、はい、あ、そっかそっか、挟んでるしね。そうなんです。なるほどね、はい、ただやっぱこれだけのポイントで言うと、やっぱこの前にしっかりと溶かして、であとはまあ挟んでこうグッと引っ張りすぎない、もう挟んだところで、もう何やったらこうちょっと手添えるぐらい、うん、添えるだけ、バスケットボールみたいな感じですね。ああ、添える、添えるだけっていう感じのイメージでやっておいていただければ、はい、ちゃんと切れるはい、ハサミのやっぱカットラインもこう美咲さんに言ったら三角にやっていくのが一番僕個人的にはそう三角になるようにね、はい、でやると綺麗にちょっと、均等に切れるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。眉毛か、100均のハサミで
聞いていただければと思いますので、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、はい、この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。めっちゃうまい。